はい、こちら、1ネズミですね。よし。あ、バケツを入れたら、おお、すごいすごい。行きましょう。すごい。急に無音になりました。急に BGM なくなるって何これ。なんかあるね。ほらほらほら。というか、もう向こうに戻れない状況を作られてるね。なんだこれ。どうしたどうした、ちょっと。どうしたどうした、おー、クイーン、何これ。え、見て、泉まであと少し。あれがクイーンの館だよ。お、え、待て、ここへ来ちゃった私。お、クイーンおるやないかい。びっくりし、ノリ、ノエルを連れてきてくれたのね。懐かしいね、クイーンさんね。お、やっぱあんた、私は最高の天線メイド。でも残念ながら、これでクリスとの天線メイド関係は解消です。わ、すごい、なんかクイーン城みたいなすごいですね。ノエル、こっちへいらっしゃい。でも、私、ノエル、一度しか言いません。おぉ、すごい懐かしいね、このクイーンね。おぉ、綺麗な街だね、これ。一度だけ何度も言います。一度だけ何度も言います。こっちへいらっしゃい、ちって、こっちへいらっしゃい、こっち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 いらっしゃい。でも、ノエル、迷っているのよ。じゃあ、わかりやすくプログラミング的に説明してあげます。なんかね、花かっぱみたいですね。もしも、ノエルがクイーンの言うことを聞かない。で、その場合は、とある。鳥が。3駅の川に流される。ああ、バードリーね。え、バードリーが、さっきまで一緒にいたのに。私たちが嘘見してる隙に、クイーンに捕まっちゃったの。ああ、バードリーね。あ、踏んだ踏んだ。クリス、通信、ごめん。みんなともっと一緒にいたかったけど、バードリーが捕まってるから危ない目に遭わされるわけにはいかない。うん。ああ。ノリちゃん、そんな悲しい顔しないの。残すは最終ステップ、ノーミー。お、来た、バードリー。クイーン様。素敵、麗しいクイーン様。やっと見つけた。中古ゲームショップに似た人がいたから僕はてっきり。あらら、ノエルどうしたんだい、なんか微妙な顔して。オッケー、プラン B です。あー、計画だったの。わーお、捕まえられてしまいましたね。え、何するんですか。どうやらノエル、一瞬は力づくで解放するしかないようです。ノエルの顔をロボットに解除すればいいかしら。そんな話が違う、僕が記録すればそんなことしないって。あ、これでね、バトル始まるのかな。嘘、変数チューンに減らせて。二人で天才一括しようって約束したのに、そんなの、こんなのフェアじゃない。では、ここはフェアに行きましょう。みんな、コヘマのハーツだ。うわぁ、捕まっちゃうの。おい。さっき、調整しておいでよかったわ。どうして信じていいって言ったじゃないか。自分はゲーマーだからって。バードリー、私はモバイルゲームしかやりません。嘘だわ、私の計画実行をあんたのうち一人に手伝わせます。その一人とはノエルのことです。あの子たちは自分の変に天才。わー、おー、すごいですね。おー、ラルセいたね。僕だ。あな、あらやだ、あんたまたいたの。俺は4つしか作ってないわ、ははは。どうしましょう、困ったわ。すぐ笑いますね。おお、なんかマリオですね。マリオ憧れてんだね。マリオみたいでございますけれども。おお、すごいすごい。クイーンめちゃくちゃ立体的になりましたね。新規ルームユニットは気に入ってもらえたかしら。見ての通り、あんたらが興味あるもの何でも揃ってます。あんたらのネット作り歴を参考にいろいろ。それ、たましたよ。あんたらが退出を要求することはないと判断します。周辺相手もひたすら眺めるだけの勝算。そろそろ、世界制服を完了までしばらくお待ちください。ではでまーうわー、なんかかっこいいテレビで見たのもんですけど。おい、クリス、聞こえるか。別の部屋と連絡取れるようになってるっぽいな。便利でしょ、ちゃんといろいろ考えて作ってあるの。すごいね、これ。うせよ。よし、とりあえずこっから脱出するを考えるぞ。ラルセ、お前なんかいいでやないのかよ。ラルセいないもんね。ラルセ、あいつどこ行った。いなくなってしまいましたね、ラルセさんね。おお、そこから。くそ、あのゆる
ゆるふわな叫び声。クリス、今だきっとラルさんの声だ。早く脱出しねえと。お前、なんか、つかそうもモンストだよ、これ。ねえ、なんか持ってるかな？あ、バテが今、ねえ、使えるんだね。で、アイテム使うとか、大事なもの見てみる？あ、ランサーにちょっと電話、あ、携帯にちょっと、これ、ちょっと使うか、ランサー。お、来た来た来た。おぉ。お待たせー、マク様が待ち見てくれたぞ。あ、ここでね、登場するような感じだったんだね、ランサーね。ランサー、マジかよ。バックしたのかと思っ、バックれたかと思ったぜ。バクバク食べるの好きだけど、お前たち置いてバックれはしねえぞ。僕様はクリスの広々快適なズボンホールで崩れてただけだ。顔がすごくなってますけれども。ポケットな。うん、何か何もやつなのみだぞ。ズボン、糸くず、いろんなアイテム。ウェルドマモンママがお前たちをビリビリの檻に閉じ込めたことも。そうなんだ、閉じ込められちまってさ。ってことはジェットコースター乗ったことも見てたんだ。見たぞ、そういうことだぞ。ジェットコースター乗って初めて乗ったぞ。みんなで、ウェイってなりそうになるの楽しいね。テンションバカ上げですね。あ、で、俺たちを逃がしてくれるんじゃねえか。あ、そうだった。俺っ子、僕様、頼れる相棒、お前たちとパパとか表できるんか。おう。おう、どうやって作るのやら、僕様にはさっぱりだぞ。新規ルームアイテムをリクエストこれにしようと。おう、なんかボスベイビーみたいな感じですね。なんか、すごい。アイテムリクエストシャベル。個数、うん、999。なんか、アンダーテールのあの、全クリスタとなんか、特定の条件満たせば入れる部屋の、なんか犬のね、ゲーム作り方と同じですね。おお、すごいすごい。処理不能。大成功だ。すごい。よかったよかった。それこそ、僕様も名前を知ってる、青いお前。え？おお、じゃあ一つ一つアイテム見ていく？しゃべるリクエストでクラッシュしたようだ。いわゆる、どんどん送る、しゃべる攻撃だ。じゃあこれ行きましょう。シュワシュワする入浴剤が何十個も置いてある。参考検索履歴。で、シュワシュワ入浴剤。そんなことを検索してたんだね。じゃあこれ行きましょう。いろいろなナイフの形をしたゼリーだ。参考検索履歴。超鋭い包丁ゼリー。じゃあこっち行きましょう。カレンダーだ。大学が休みの日に丸がついている。参考検索履歴。まだ言えないな。参考検索履歴。オッケーオッケー。夏休み大学いつ。なんかハッシュタグみたいな感じですね。ジャンゴリングなどの技を解説したジャンゴリング入門書だ。参考検索履歴。マジックやり方。これは調べられないね。おー、なんかトリエルみたいな人がね、ピアノ弾いてますね。ドット絵のトリエルがピアノにチューしている。チューしてるんだ。参考検索履歴。ゲーム、ピアノ、チュートリエル。チュートリエル、すごいですね。おお。ピアノゲームのインストール方法を解説した VHS だ。参考検索履歴、ピアノゲーム、チュートリアル。こっちはちゃんとチュートリアルじゃん。これ見ていきましょう。通信デバイスを使う。おお、使いましょう。頭を突っ込んで、ホーンを鳴らした。クリス、どうやってんだ。あ、頭を突っ込んでみた。あ、それなら俺も。って、んなことやってるプロじゃねえだろ。ああ、やってしまいましたね。まあ、入りましょう。よっしゃ。おーい。クリス、よかった。ランサー、お前、マジで手がしてた。おお、ナイス配達でございますけれども。よし、ノルトラルスが助けを待ってる、行こうぜ。エンジンつく。あ、全開じゃなかった。ご敬語。お、なんか、どうした？ランサー。ん？なんか、カラフルになってしまいました。え？まさか、石化されてしまった？おい、ランサー、どうした？大丈夫か？大丈夫。ちょっと、すごく、寒いだけ。え、大丈夫？え、なんだ、どうした？あ、ちょっと声間違え。どうした？しっかりしてる。今回復してやっから。カメハメハみたい。おお。ディカットを数字でも。ダメだ、全然足ねえ。クリス、急いでラルスを探そう。あいつならきっと直せる。おお。なんか出会わないといいけど。おお、来た。待ちたまえ。まさか僕を置いていくつもりじゃないだろうな。そのつもりだけど。そのつもりだけど。でも、とらわれた姫くんノエルもきっと今頃。とらわれてる。
僕が助けに行かないと彼女は。まだよ、上も来ていいよって話しゃべんなよ。